おはようございます。速稼塾の小部でございます。皆様の耳にも届いていると思いますけども、あの首里城がですね、全焼してしまったということになります。いや本当にね、もったいないと言いますか、歴史上の貴重な文化遺産がまた失われてしまいました。ただここで、ね、私が申し上げたいのは、首里城っていうのは作られた瞬間にいつかは壊され燃やされる運命にあったということなんですよ。そうなんですよね。物事っていうのは始まった瞬間にもう終わりに向かっていくんですよ。始まるってことは終わりがセットなんですよね。でその終わりの時期をなるべく後ろの方に下げるためにリスクヘッジってのがあるんだと思います。もちろん首里城もたくさんのね、防犯防火対策リスクヘッジをしていたと思うんですけども、それでもこういうことになってしまうんですよね。さあ翻って私たちの時間、私たちの暮らしはどうでしょうか。リスクヘッジができているでしょうかということになります。昨日内海医師のね、論文といいますか文章っていうのを読み上げましたけども、内海医師もこう言ってましたね。世の中はね、終わりに向かっている、日本は末期になっているというふうなことだったんですけども、そう当然なんですよ。日本ってのはできた瞬間に終わりに向かっているんで、末期に向かっているってのはその通りなんですよ。でも末期が今なのか明日なのか100年後なのか1000年後なのか、それは分かりませんということなので、惑わされないようにしていかなければなりませんよね。自分で判断していかなければならない、いろんなね先入観がある。末期と言われたらもう終わりなのかなと、クライマックスが来てるのかなと思いますけども、終わりっていうのは常にどんなことを始めた瞬間にも終わっていくんですよね。学校も入学した瞬間に卒業式に刻一刻と迫ってるわけなんですよ。2019年も始まった瞬間に終わりに、年末に刻一刻と迫ってるわけなんですよね。考えてみれば当たり前のことだということなんですよ。さあリスクヘッジについてちょっとお話していこうかと思いますけども、皆さんはリスクヘッジの方いかがでしょうか。実はですね、例のやつについてまたお問い合わせをね、昨日5件ほどいただきました。その1件1件は貴重なものだと思いますけども、やっぱり5件の方っていうのは、その他もそうかもしれませんけども、29日に例のやつの入金があるよというふうなね、アナウンスは先月行われていたんですけども、10月の24日に私追加放送いたしました。そしてこれは会社からの放送なんで、会社からの情報をしっかり取っていれば認識できていることだと思います。10月24日とね、まあなんとも直前ではあるんですけども、それでも10月の24日に25日から順番に11月の上旬までに分けて、返礼金っていうのは払われますよっていうふうなアナウンスをね、いただいてるわけなんですよ。そのための動画を私もすぐに10月24日に放送してるんですけども、29日に着金がないよと、29日にお金がないですけども、何かね、返礼金遅れの情報ないですかってお問い合わせいただきました。はい、大変申し訳ないんですけども、もうすでにしていますよということをね、私申し上げました。やっぱりね、お金に関わることをしている以上、自分で情報を取っていくとか、自分で判断していくとかで、常にねリスクヘッジをしないといけないんですよ。例えばね、ご自身で紹介者を出された場合、ご自身で一定の金額を預けた場合、リスクヘッジもセットでやらないといけないということなんですよね。これ別に私がわざわざ言うことじゃなくて、当たり前のことだと思うんですよ。大きなお金を何かに預けた時に、保証書がないとかね、その担当者がいないとか、なんか困った時の連絡先がないっていう状態で大きなお金を使っていませんかってことなんですよ。皆さんが冷蔵庫をね、10万円で買う時でも、例えばね、どこの家電メーカーで買ったのか、クレームはどこで対応していただけるのか、保証期間は何年なのか、これちょっとやると思うんですよ。10万円のことでもね、やっぱり100万円200万円になると途端にそういうことがなくなるのかなってことは、そうでもないと思うんですよ。家を買う時でも、車を買う時でも、どっかにね、大きな、例えば学校の入学金とか授業料を払う時でも、きちんと信用した相手に信用できる電話番号とかね、メールアドレスとかファックス番号とかをチェックした上で、で連絡、それから契約すると思うんですよね。ことね、ビジネスに関してはなんかね、随分ノーガードになってしまうところがあるのかなと思いますけども、きちんとリスクヘッジしていきましょう。そのために私の放送っていうのを活用していただくこともできます。いろいろ申し上げました。もちろんね、私の方にサポートを求めるのが迷惑という話ではありません。ただ私もね、一方では私がいなくなった時のために皆さんを育てておくっていうね、僭越ながら育てておくっていう、側面も必要なんでね、こういう放送させていただいてます。私がね、この前ももうね、例のやつから撤退しますよと、まあ、やめますよって言いましたけども、やっぱり大きな方の、ね、反響を呼ぶから、まあ、私もね、とどまるわけなんですけども、別に私はもう例のやつがなあってもなくても別にね、こう言ったらあれですけども、どっちももうやっていけるようになったんで、離脱時かなとは思うんですけども、ただね、皆さんの熱い要望がありましたんで、まあちょっとね、恩着せがましいんですけども、皆様のために私はこれからもね、変わらずやっていこうかと思います。ただそうなるとですね、なんかね、私はやめますっていう人がいるんですよね。私もね、やめる権利はあるんですけどね。まあでもね、例のやつ、これからもますます事業強化していってね、順調に推移していくと思います。ただやっぱり私の一つのね、
考えとして、絶頂期にやっぱりね引退しなければならないっていうことがあります。絶頂期です、一番いい時。私もアフィリエイトが月収300万を18ヶ月200万から300万の売り上げを月収でね行った時に、18ヶ月連続で行った時に辞めました。だから絶頂期に常に辞めるってことをいつも考えてるんですよね。はい、そんな感じでね、一番いい時に惜しまれつつ何でもかんでも引退していくと、で、あんまりね続けすぎると今度はね目的ではなくて続けるってことが目的重要になってしまうんですよね。そうなるといろいろとがんじがらめになってきたりとか、利権が生じたりとか、負わなくてもいい責任を負うようになったりしてね、かなり不自由ですんで、今日はねリスクヘッジの一つとして一番いい時に、やっぱり閉じていくというか終わっていくってこともねあるのかなということでお話しさせていただきました。では、FX の方の相場解説いきますね。なかなか面白いですよ相場解説の方は。申し上げたようになってますからね。では失礼します。